二世とは、北、アメリカや、南アメリカ、オーストラリアなどで使われた、最初に、各々の国に移住した、いわゆる、一世を矢とする世代の日本人を表す、日本語である。その一世の孫世代、ないし二世の子供たちは、三世と称される。最初に行われた、日本人の組織的移住は、1897年に35人が、メキシコへ渡った、 榎ノ本移民とされているが、特に多くの日本人移民並びにその子孫が住んでいるのは、ブラジルアメリカ合衆国、カナダペルーとされている。1908年に、カサトマルに乗って、ブラジルに到着した初の日本人移民、日系ブラジル人を参照ブラジルでは、日系人以外のブラジル人と結婚して生まれた者も、も含めると、約150万人にも及ぶ、日系人がいると言われ、 世界で最も多い日系人の人口を有しており、その多くがブラジル社会において養殖を占めるようになっている。強制収容所に連行される日系人日系人により編成され、ヨーロッパ戦線でドイツ軍と戦った第442連隊、戦闘団、フレッド・コレマツが受賞した大統領自由勲章、日系アメリカ人を参照アメリカにおける2世の一部は、 第二次世界大戦後のベビーブームの際に生まれた。しかし、大戦期に西海岸に在住していた大部分の二世たちは、大統領令9066号の発令に伴い、両親や子供たちと共に強制的に立ち残され、内陸部の強制収容所に抑留された。若干の意識において三世たちは、うちに秘めたアメリカ人である彼らの両親と自身の 文字通りのアメリカ人というアイデンティティの間でジレンマを感じていた。同じ2世でもハワイ居住者は幾分か違う経験をしていた。日系人からの質問を受けた東條秀樹首相は日系人に対してアメリカ人としてアメリカのために戦うべきであると手紙で答えている。また松岡洋介元外務大臣も日系人はアメリカのために戦うべきであるとした講演を 戦前にハワイで行っている。抑留された2世たちは、その多くがアメリカ軍に志願して、第442連隊戦闘団として、アメリカ軍で最も多く、勲章を授与されるほどの忠誠を見捨てた。それ以外にも、同じく2世を中心として構成された、語学要員部隊である、陸軍情報部は、対戦末期の沖縄戦における戦闘期間の短縮や、 犠牲者の増加を食い止めることに貢献し、2000年4月に陸軍からアメリカ合衆国大統領官定を授与された。2010年10月には、オバマ大統領が442連隊と MIS にアメリカ合衆国において最高位の勲章である議会名誉黄金勲章を授与する法案に署名した。アメリカにおける代表的な2世は、 ダニエル・イノウエとフレット・コレマツとされているが、すべての2世の個々の生活史は、手短に述べることのできるものではなく、複雑な経験が累積して作り上げられたものである。ハワイ出身のイノウエは、1943年に442連隊に、自発的に志願した2世の一人であり、カリフォルニア出身のコレマツは、大戦期の強制収容に抵抗した西海岸に住む、日系人の一人であった。 1998年に、これまつはアメリカにおける文民向けの最高位の勲章である大統領自由勲章を受章した。1944年に最高裁判所はルーズベルト大統領の強制収容の正当性を支持し、これまつの訴えを却下したものの、1983年に再審が認められ、結果戦時中に受けた有罪判決は無効となり、 これ松の潔白が証明されることとなった。ホワイトハウスにおいて取り行われた勲章を授与するための式典において、クリントン大統領は、我が国の正義を希求する長い歴史の中で、多くの魂のために戦った市民の名が輝いています。プレッシー、ブラウン、パークス、その栄光の人々の列に、今日、フレッドコこれツという名が新たに刻まれたのですと述べた。 日系アメリカ人の大部分は政府による抑留命令を抵抗することなく受け入れ、そのことによって国家に対して忠実なアメリカ人であることを証明しようと考えた。これまつの抵抗はそんな彼らからは国家と日系人社会に対する裏切りとしか捉えられなかった。戦後しばらくの間もこれまつは裏切り者と見られていたが最終的には 英雄とみなされるようになった。日系カナダ人を参照、日系ペルー人を参照日系人コミュニティでは、それぞれの世代を示し、区別するために、日本の数字と世代を表す、用を組み合わせて、一世、二世、三世、四世、五世といった用語が使われている。数世、二世、三世は、権利や性、日本への貴族意識、宗教的信条並びに儀式、 その他重要な事柄において明確に異なる姿勢を示している。彼らが戦時下における強制立ちの木と抑留に直面していた時代は彼らの経験や態度及び行動様式におけるこれらの変化を説明する上で最も重要な要素の一つである。日系という単語は社会学者の多国籍グループによって考案されたもので、その範囲は世界中に住む 当外国の国籍を持ち、かつ日本人の血を引くすべての人間を含んでいるとされている。一世とに世の中でも上の世代のものの集合的記憶は1870年から1911年にかけての明治時代の日本のイメージであり、それは後から来た移民たちが自分たちより遅く去った日本に対するイメージとは明確に対象をなすものだった。 双方の日本への異なる姿勢や社会的価値観はしばしば両者の間に摩擦を生じさせ、第二次世界大戦後も双方の溝が埋まることはなかった。1八十八年八月十日に、レーガン大統領が市民の自由法に署名してからは、北米の日系人社会では2世と彼らの親並びに、子供たちの間で自身の貴族意識や非日系人にへの適応のやり方に、 対して大きな変化が見られるようになった。現在、イギリスにはロンドンを主として10万人を超える日系イギリス人が現在いるが世界の各地で見られる日系人のようなものではなく、イギリス人は伝統的に日本人社会を一世、二世、三世というように総括した呼び方はしていない。二世、編集日本で生まれた後に海外へ移住し、 彼らを親とする世代の人間は二世と呼ばれている。二世は著しい居住地域の拡散化にさらされることとなった。彼らは自身の日本的な対人関係の様式を維持する傾向があったことから多数派社会に吸収されることに消極的だった。二世のこれらの資質は彼らの子供たちである三世にも引き継がれることとなった。大部分の二世は個人主義や 市民権といった西洋の価値を教えられるアメリカ及びカナダの学校制度の中で教育を受けた。だが1940年代初期になると2世は強制的な立ち退きと抑留を受け入れなければならないという大きな困難に直面することとなった。年長の2世は一世と類似した経済及び社会的な特徴を共有し、より強く彼らに共鳴する傾向があった。 中小企業での仕事や農業、漁業、または半熟練の職業についていた。年長の2世は戦後もブルーカラーの仕事に留まる傾向があった。対照的に若い2世は大学を卒業し、戦後はホワイトカラーなど様々な職業に就いた。戦後の機会と経験におけるはっきりとした分裂は2世の間にある格差を悪化させるものとなった。 編集に世の中でも、アメリカカナダブラジルで生まれ、日本で教育を受けた後、再びおのおのの国に帰ったものを、キベエ世、キカ二世、キハク世と呼ぶ。日本に送られた、主な理由としては、日本の文化や日本語を忘れて欲しくない、という日本で生まれ育った一世である、親たちの意向によるものだった。その中でも戦前に、アメリカに戻ったキベエ世たちは、日本語が堪能な反面、 英語はうまく話せないといった問題に直面し、アメリカ社会への適応に手間取っただけではなく、日米開戦後は、教育を受けた日本への忠誠心と、自分はアメリカ人であるというアイデンティティの間にいた挟みになる、といった苦悩に直面したものが多く、中世登録の核となった質問27.28、2は、ノーノーと答えた割合が、アメリカで生まれ育った2世に比べて多かったという。 その一方で、一般的な二世の多くが日本語能力が十分でない中、日本で教育を受けたことによって得た難読漢字の入り混じった軍事文書を読めるなど、規米ならではの高い日本語能力が重宝され、MIS に日本語教員や語学兵として配属されたというケースが多かったという。一方で、規米二世の中でも様々な理由で、 日米開戦後も日本に残り続けた者たちは、日本人として、学徒出陣によって、自身の祖国であるアメリカと戦わざるを得ない状況に置かれてしまうこととなり、MIS のメンバーの中には、兄弟が別れ別れになり戦ったという者もいたという。日本生まれの一世は彼らの母国語として日本語を学び、第二言語として、英語を学ぶことに成功するかは、人それぞれだった。 ほとんどの2世は、1世である両親や日本語学校、日本人コミュニティや、共生収容所での生活を通じて、ある程度の日本語を話せるようになった。英語圏の2世の大多数は、少なくとも、会話という形式で、日本語に関する知識を保持していた。ほとんどの3世は、自身の母国語として、英語を話している。ありがとうございます。